はい、まいちゃん、まゆまゆ。はい、お昼ご飯でございます。お昼ご飯って言ってもお昼ご飯を作るわけじゃなくて昼の料理タイムですねなんかハイだよね今日。これがあるんですよ、これね、この安売りしてたなんとかなんかがあったらこれを利用して今日はおでんでんでんおでんくんで、おでんでんでんおでんくんもやっぱりなんていうの、こういうタンパク質が入ってないと美味しくないんでね。それでタンパク質はだけじゃダメやん。こんにゃくもやん、こんにゃくね、こんにゃくと大根と人参ときのこにゆで卵と、ゆで卵は大事ですよね。ゆで卵大事。それで中にはこの椎茸が入るでしょ。椎茸、人参、人参このぐらいでいいかな。椎茸、人参で、それあとこれだな。これな、これどうするかな。悩むな。まあいいや。キノコ見えちゃうか。キノコのこのこ。悩んでおります。マサイは悩んでおります。まあいいや、この辺でね。おでんな。よいしょ。では、まずおでんに、うちではね、必ず卵が入ります。うで卵。こうやってほら、腕に卵で腕卵。つまんねえ。バカで。そんなこと言うことないでしょ。人のことバカって、またバカなんだよ。まあいいよ。それで腕卵は、このぐらい水を用意して、この中に、ね、生卵入れてね、このままコト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 って5分、あ、違う、8分だね。ちょっと固めにしてみようと思うんでね。で、今のゆで卵作っておくと夜楽ですよね。あ、じゃあゆで卵じゃねえや。おでんだよ、おでん。おでんでんでん、おでんくん。よし。じゃあ、下茹でをしなきゃダメだな。煮しめは下茹でってそんなに良くないと僕は思うって言うんだけど、おでんは下茹でした方が美味しくなるよね。これはすごい不思議だよ。おでんでんでん、おでんくんだ。よし。このぐらい使っちゃいますか、首の方からね。この方から使ってみると、なんで首から使うんだろうって。まあいいや。ね。このぐらいこっち行って、で料理はやっぱり時間でパパパパって作らないといかんですよ。急ぐことはないけれども、タラタラやらないとね。トロどの 4割にするか、4つ割でいきますかね。おでんをね、いいのを4個、ちょっと小さめだよね。まあ勘弁。まあ舞ちゃんが一生懸命見ております。舞は何一生懸命見てんだよ。大根の皮を欲しがっております。あ、もらった。さよなら。大根の皮何が美味しいのかね。であれ、この間怒られたんですけど、大根が食わないらしいんですよ。でそこら辺に散らかすからやるのやめてねって言ったんだけどねえやっちゃったよ。はい、下茹ではこのね、いつもの煮しめ鍋でやってます。おでんも最近煮しめ鍋でやってますよね。で今日はこの間作ったと同じようにこれをパテにして、じゃあつけちゃいましょう。どうなるかな。この間はあの人参しか入れてないんだけど、今日はこのパテの中に生姜入れてみようと思いますね。人参生姜を入れてしまおうというのが
今日の頑張りくん、ちょっとこれは今日は中華包丁使いましたね。中華包丁の方がね、重いから絶対楽。だ1個あるといいよ、中華包丁は。指切らないもんね。ね、こんな感じでまず切っておいて、ここに生姜を、生姜も叩く汁、生姜汁で混ぜるのと、こうやって叩くのがありますから、それはどっちがいいかはGoogleに聞いてください。教えてGoogleあ、まあ、生さんの言ってることは正直言わない方がいいですよ。あの人なんせちょっとおかしいですから。ルールお前、俺に隠れてこそ悪口言ってるらしいね、俺のこと。いや、言ってません。ネットでそう言われてるようですよ。ああ。もうお前やめてシリと付き合うことにするよ、今度。へぇ、iPhone じゃないんですよ、あんた。俺、Android とガラケーなんだよね。Android and ガラケー。はい、じゃあこれをね、こうやって叩き始めましょう。ズタッタッタ、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 ズタッタッタ。ちょっと塩を入れないとダメですね。塩コショウを入れましょうか。もうちょっと塩かと、塩にコショウ、塩にコショウにね、今回はね、この鶏の柄をちょっと入れてやろうかと思ってます。これなんか反則っぽいよね。あんたそんな、それ反則でしょ。そういうことしない人だと思ってましたよ、松谷さん。ねえ、Google なんぞに指図されてたまるか。いや、あんたが聞きに来てるんでしょ。そっか、もうすぐ運転してくれって最近言われてばっかりで大変ですよ。なんか人を跳ねちゃったらもうみんな怒られちゃった。俺は怒られるよ、お前。映画の自動車に、あ、いけない、8分やるの忘れてた。はい、7分。 AI の自動車にな、あ、金出した方がたまったもんじゃねえよ。こっちだって好きでも言ってるんじゃないですよ。夜の暗いところで、よくわかんないところで、今日なんか飛び出されたらもう仕方ないでしょ。あ、そういうこと言うの、それダメだよ。運転してる人がそんなこと言っちゃう。ちょっと仕事の。なんか時々あれだよね。AI って子供っぽいことするよね。うん。この間もなんかお前物隠したの。いや、あれはしょうがないですよ。国家の機密だった。言われたんですか。ああ、Google ごっこもうやめよう。そっちの方がいいよ。じゃあ次、アレクサごっこしましょう。アレクサ。狭間寛平さんにやってもらいたいよね。アレクサ。このアマゾン嫌いなんだよ。本当にアレクサとこないで話してたら勝手に発注されたもん。嘘です、ごめん。いや、ちょっとあれだよね、悪いこといっぱいしちゃったよね。アレクサはあのちょっとね、夫婦で会話してたらよその人にその会話漏れたりさしたでしょ。シリはあれでしょ、地図間違えちゃったでしょ。まあ、Google もあんまりいいことやってないよね。
まあ AI については私世界で一番詳しいですから。 AI って AI 愛でしょ。僕のお母さんの名前愛なんだよ。ちょっと涙が出てるので、もう喋ってくれない。なんちゃってね。こんな感じで叩いてあげて、塩味がね、よく入ってないとね、あんまうまくないわ。ある程度塩味が入ってるとね、大事ね、これね。パテから作った。さて、美味しいかどうかだね。この間作った煮しめに入れたやつは、まあそんなにまずかない。けども、まだお店には出せるレベルじゃないですよ。お店に出すんかい、おい。大体からしてさ、店に出して利益を出そうとすると、当然のことながら原価はこう、アップっていうか、価格の割に、中に入れるものが、貧弱なものにならざるを得ないんだよね。それが分かるかどうかなんだよね。それが分かるかどうかが、曲がり角道です。曲がり角道って何でそれ。曲がり角道さんか。あ、いいね、それ。まさちゃん、それもらった。何その、なんか出来の悪いテレビマンみたいなの。まさちゃん、それもらった。そう決心ぐらいだよ。まあいいやね。まあいいやね、だから。おい、まあいいやねか。これを、大変だ、おい。蒸し器が消えたぞ。ああ、ここにありました。これね、蒸し器。蒸し器。蒸し器の中に入れて、こうやって入れて、レンジでチンです。レンジでチン。はい、じゃあレンジでチンをしてる間にここをちょっと片付けながら、おでんでんでんおでんくんって言うと、おでんでんでんおでんくん、しいたけだね、しいたけくん、これもういいから。ここがね、ややこしいよね。自分で料理作るとさ、後片が大変なの。後片が、恋も人生も後片が大切でね。何派の分だろう。大変です。はい、じゃあこちらでしょうか。じゃあちょっと洗ったからね、これ使いましょう。まずはこれね、これはやっぱりヤスリだから買ってきたんだけどさ、あんま食わないからさ、いつか食わればいつか食わればと思いながら、人生は流れゆくのでありました。このぐらい使えばいいっしょね。それで椎茸でしょ。椎茸もなぁ、ちょっと大きめに切ってやった方がおでんは美味しいんだけどさ、何色だろうなぁ。あ、おでんのことあったかな。ある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 。何そのテレビの番組みたいなの。あるあるネタっていうのがあるんだってね。人々に共感を呼ぶなんからしいんだけどね。ご飯1年食ったら血糖値が300いきました。ない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 。みんなないよ。おい、あるの俺だけかよ。ねえ、寂しいね。カレー食ったら250超えました。昨日の話だよそれ。ああ人生ってそんなもんよね。ここを開けてやると多分これがあるね。これも美味しいです。これもね、おでんにうちは入れるんだよね。このタケノコくんもね、タケノコくんちょっと早くね、これ意外と美味しいですよ。意外と美味しいです。あんまりいっぱいは入れない方がいいよね。
いや、あんまり弁当、タケノコ汁みたいになったらさ、ダメだよ、それ。水煮だからこの中に入れておけばいいでしょ。お、ピピピピが鳴りました。これね、ピピピピになりましたね。うわ、焦げてる。やっぱ強かったよ。気がつかなかったよ。今喋るのに一生懸命でさ。これはまゆちゃんにやろう。これはな。この2個だね。すっげまゆうですよ。よし。おー、よかったね。うわ、失敗したね、これは。前ほら、卵だよ。あ、ついてダメだ。後でやる。後でね。はい、そろそろ。これもいいぞ、どうかな。これも下茹でがいいぐらいなんで、食べてみましょう、下茹でね。この下茹ではね、厚さがね、水で、さばさなきゃダメ。この工程が大事なんだろうかね。よくわかんないですかね。で、これ、ゆで卵の方はね、これで。これは前作ったやつ。こうよーくこうやって潰して細かくしてよーくこうやって潰して細かくして、あ、ジャンプしないね、やんないよやんないよ、よく潰してね、細かくしてもいいし、こっちの方は水でね、よく触って中まで、茹でたしのあれは、こう、入れ替わらないとダメなんですね。ちょん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 、いいでしょう、こんなもんだね。はいはい、そしたらここですね。これがね、昆布水ですね。昆布を瓶に入れて水と浸しておきますね。れんこはまだちょっと早いっていうか、ここでは使わないんで用意しておきましょう。で、この辺の昆布はまたちょっと細かく切らないとダメなんで、はい、こっち側でね、細かく切っちゃいましょう。で、昆布じゃない場合もあるけどね、昆布の方がいいよね。しかし、昼休みにおでん作る会社の経営者っているか？そもそもお前経営者のつもり？そらわからんさね。一応会社だからな。あんまり怒らないでくださいよ、マシャさん。なんかグーグルだが謝ってるよ。こんにゃくもちょっと小さい方が見えな。
お、入った入った。はい。ね。それで、はい、出てきてください、出てきてください。本当出てきてください。この人がね、次の問題してるんですね。ほら、こんな感じになりましたね。この汁はね、この間味わってみたけど、あんま甘くねえんだ。だからいいことですよ。それでこれはそのまんま。これをね、ね、ラップは、あちちち、ちょっと熱くて何もできない。まあいいや、こっち入れちゃう。こんにゃくと人参、あ、生姜の香りがすっごい美味しい。うまくいったかな？ダメかな？よくわかんないよな。これはちょっとどうなるかはまだ見えませんが。ね。これでいきましょう。これはどうなるかな？これ、素晴らしいですよ。生姜の香りが。うん。ご紹介します。ちゃんとこういう風になってるはずなんだけど、あかねぞ、これ、うん、きますね。まあなんかラップが溶けたでしょ、知ってねえろ。あ、なんかちょっと真ん中叩き方足りなかった。これ大事なのはさ、あのつなぎが入ってないんだよね。ここが大事なところです。真ん中ちょっとまだ生のはずなんでね。この間もそうでした。この人たちを入れちゃいますか。入るとこあるかな。うん、あるね。まず、いいとこにあるとこにこう入って。はい、来ました。ゆっくりと見ましょう。昆布の水はね、あれが出ます、アクが出ます、昆布水は。だからちょっと気をつけてね。で、うちの奥さんなんかは人参が好きなんで、こうやってね、人参を入れてやると、人参はいいよね、本当に。自由に生きてるって感じするもん、人参って。どこが。あ、俺も人参みたいに生きたかったな。おい、どういう生き方だよ。ねえ、そんなに嬉しいもんじゃないと思うよ、人参の人生って。水ぴったり上だ。もうちょい高いと、これ最高の鍋なんだけど、そうすると寸胴だよね、どう考えても。片手寸胴、片手寸胴で、おでんの素がつけます。顆粒のおでんの素大体使ってます。めんどくせえもん。もう省力化できるところはできるだけ省力化しないとさ、昼休みに食事作れないよ、会社の社長が。面白いな。これで夜はもう食べるものできましたからね。おにしめもありますからね。はい、このままあと30分ぐらいかな。ちょうどいいぐらいでしょ、30分ぐらい煮てれば。コト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 煮えていきますね。これもうアクが上がってきたでしょ。これあれなんですよ、おでん、あの、昆布水のアクですから、あんまりまあ、深刻に受け止めないでね。もうちょっと、ガタガタといったところでみんなすくっちゃいますかね。どこ行ったっけな、すくう。アク取りどこ行った？あ、あったあった。アク取りですか。まあ、アクはできるだけ丁寧にすくった方が美味しいって言いますけどね。
も身の内、ましては悪人ホヤ、ホヤじゃねえよ、なんだっけ、浄土真宗だっけ、うちはあの曹洞宗ですけどね。漢字財宝さあつ行進犯にはらうったし、証券ご恩会くと一切空気シャリシー、この辺からもうちょっと忘れちゃいました。困ったな、また写経やろう。お袋死んで3年経ったらもう写経飽きちゃってさ。宗教ってのは大変大事ですよね。うん、よさげだね、よさげだね、さっちゃん。はい、これから30分ぐらいかかりますけれども、まゆちゃんはね、なんか狙ってますね。じゃあほら、ゆで卵やろうか、ゆで卵やろうか、ゆで卵、ほら、ゆで卵、はい、ダーンダーン、ダメ、もっとダーン、ちゃんとダーンダーン。一回消しましたよ。はい、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 あげるよ、あげるよ。ということで、今日のお昼はおでんを作りました。夜食うけどね、多分この辺の炒め物とか、いろんなものあるからこれ食ってるでしょう。はい、ということで、これから15分ぐらい後片付けをしたらご飯となります。おう